今日は憲法記念日です。自民党の船田憲法改正推進本部長が集団的自衛権の行使容認の必要性を訴えたのに対し、公明党の北側副代表は行使容認ありきで議論すべきではないと牽制しました。集団的自衛権をの考え方を導入しなければ対応できないケースというのは必ず出てくると。その上で船田氏は公明党に理解してもらうことは可能だとの認識を示しました。集団的自衛権行使容認、これがまずあってですね、そして安全保障の議論をするわけではありません。一方、北側氏は改めて慎重に議論すべきとの考えを強調しました。また民主党の海江田代表は集団的自衛権の行使容認について180度違うものに変えてよいのかとの大きな疑問もあると安倍総理大臣の姿勢を批判しました。その上で国会に特別委員会を設置して議論すべきだとの考えを示しました。